朝、朝ごはん食わなきゃな。ちょ、開幕ウーバーかましていいっすか。開幕ウーバーで。えー、っと、何食べよっかな。まあ、そもそもそんな種類ないからな、この時間。なんか、あ、でも全部美味しそうだな。朝マックマック好きすぎでしょ。いやマック マックはね朝マックな朝マック俺朝ロッテリアなんだよな朝ロッテ派なんだよね、まあ、マックも好きだけどモスでもマックでもなくロッテ俺はどうしよっかなだかもうちょい時間たてばなんか食い物らしい食い物いや食い物らしい食い物売ってんだけどもうちょいバリエーションが出るいや意外とおにぎりとかにしとくかおにぎりにするわ 強くなりたきゃ米を食えってね言ってた間宮さんがえー、おにぎり2個おにぎり2個とあやご飯食べれて偉い <laughs> 偉いんだな俺ってお菓子もちょっと買っとくかスーパーチャットありがとうございますスーパーチャットありがとうございますそうだな普通に飲む白桃 これにしよう。うまそう。あと、まあ、雪印コーヒーは増すと。あとだ、飯が、なあ、おにぎり2個じゃんちょっと心もとないから、うーん、何がいいかな。アルフォート買っとくか。あ,あでもきっとカット手元にあるんだよな。何しよう。味噌汁お湯、お湯必要じゃん。味噌汁って。めんどくせえ。 味噌汁ペットボトルで売ってないの ?500 ミリの。俺もね、コンビニの、コンビニの Uber しようとしてるから、冷凍食品とかあるよ。それで言えばお弁当とかあるんじゃねペットボトル味噌汁まずそう。豆腐が飲み口に挟まって飲めなそう。冷やし中華とか言っとくもう、梅雨、梅雨じゃねえ。夏でしょ。うーん、悩むな。 うーん、いや、ま、あでも、冷やし中華の気分になったわ。食べよう。ミニ冷やし中華で。俺、でか冷やし中華とおにぎり2個は、さすがにキャリーすぎるから。こんなもんかな。あと、ホットスナック系ね。唐揚げくんとか言っとく。北海道チーズだって。唐揚げくんさ、種類増えすぎじゃねめっちゃ増えたね。ローソンです。バレちゃったね。 最近ローソン常用してる。注射してる。ローソン血液中に。買います。なもんかな。ホットスナック系はね、お腹いっぱいになっちゃうと、冷めてクソまずくなっちゃうから、とりあえずちょっとあんま頼みすぎないようにして、一番最初に手つけようね。よし あ、飯来たちょっと取ってくるわ。よいしょーいよいしょよいしょよい,しょよいしょ。ワインダイヨーン。来ました北海道チーズ唐揚げくん。あー、美味しいわ、もう。食ってねえけど、もう美味しい。あー、美味しい。え、うん、め。もういらない。お腹いっぱいだわ。匂いで。もう捨てよ あとおにぎりも来てるよしもうちょい頼めばよかったな俺自分のこと見誤ったわあてか冷やし中華どこね冷やし中華ないんだけどふざけ倒せよご注文商品欠陥のお詫びまあ詫びられたら仕方ないわなぎれだったっぽいっす 人気商品お前らか買ったの配信で話してあ食べたいなーってなってローソン行ったもしかしてうん、ま国産チキンだって俺別に国産とかさ海外産とか何も気になんないんだけど <laughs> 買ったやつの反応すんなそうそうそうそ,そんなことないよ 海外のは危険だったりする。まあ変わんないっしょ。何、管理方法が残り1成長させるホルモン剤とか売ってんのニワトリにうーん、そうなんだ。一応検査はしてるボインナイス、ィーム さすがに食うしかねえ北海道。うわ